っぱりせっかく8回戦上がってそのどんどん強い選手とできるようになってるんで、本当にどんどん強い選手と当ててもらいたいって気持ちはあります。もうスパーリングで8ラウンドやらせてもらったりとかで、まあ、8ラウンド絶対にできるなっていうところはあるんで、試合の時になると、あんまり疲れ感じないんで、まずグリファンの方でまずしっかりイニシアチブを取っていることで、なおかつやはり彼の方へのさばき切って、ね、右ストレートで倒してもらえれば、または圧倒的にポイントで取ってくれればと思ってます。聞いたところによると KO 宣言をしているということなんで本当かどうか分かんないですけど、まあ、KO で勝ちたいですね。逆にも すごいパンチがあってちょっと勢いがあるのかなっていう感じの選手だと思います。ちょっとそこが怖いです。間に期待しちゃったセリエさんに憧れてプレーとかパイマン今のセリエさんの方からです。だからセリエさんと同じ位置までは行ってみたいです。なんとなくもう左ついてちょっとリズム取ったらもうそこからもうゴンスカーしていきたいです。まあもう8回なんで、まあ、相手もこ うまくやらせてくれないでしょうけど、まあそこはもう僕の方がちょっとキャリアがあるんでちょっとごまかしてやりたいと思います。多分試合当日多分本気で潰しに行くと思うんで覚悟しておいてください。